お母さん、はい、来たよ、これ何何、今年も終わりということで、はい、見て、お歳暮です。これ住職が送ってくれるわけですよ、京都から。また去年もね、うん、ですっごい美味しいから、あれ美味しいですねって言うとさ、わかりました、すっごいそれだよ、その手だよ、はい。さあ、それでは早速作っていきましょう。いきましょう。すいません、雑炊ってご飯ですか？雑炊はご飯だよ。そうですよ、締めの雑炊ですよ。あ、ご飯ないの？いや、うどんで、ほら あるじゃん、うん、うどんでいいよ。はい。雑炊はね、明日の朝で。はい。いつもやるじゃん、お母さん好きじゃん。ん？朝の雑炊ね。お父さん。あ、俺か。いい。お父さん風邪ひいて。これね。私がいいなって。うん、うん、うん。お前、何やってんの？洗うんだよ、それで洗う。はい、生きてます。気をつけて。ヒヒヒのヒ。怖いんだけど。動いた。ビューンって言うんだよ、ビューンって。あ、臭いの芯ね。うん。出汁を取るからいつもこう芯を先に入れて、大体やりました。さあ、いよいよでは、エビさんを。はい。お願いします。気をつけてください。おお。おお、逃げた、逃げた。やだ、お父さん逃げた。抑えます。抑えてください、暴れるから。こいつも元気だったよ。はい。びっくりした、今飛んだね。うん、まだまだ動いてる。よし、4匹いきます。おお。ちょっと止まったかな。もう死んじゃったよね。よかったね、今。びっくりした。なんか、今年のなんかなかったの、母ちゃん。ない。重大ニュース。まあ、基本的にはもうどんどん忘れていくんだもんね。そうです。そうですね。私の場合は忘れていかないと次のが入ってこないんで。今年やっぱあれかな、新歌舞伎とか。劇場公演か。劇場公演があったからね。1ヶ月公演だからね。1ヶ月。ずっと結構旅してましたよね。行きっぱなしでしたもんね。いろんなとこ行ったね、そういえば。やべ、これつけないと見えないじゃん。行ってるね、お母さん。行ったね。うん。どう？明日まで食べれるわ。うん。うまっ。これだってさっきまでそこペンペン跳ねてたやつだもんね。うん。特別お母さん今年は頑張ったということで、エビをもう一本、はい、あの俺からクリスマスプレゼント。住職からだこれ。うん、あ、そう。よし、うまいよね、でもね。おいしい。これおいしい。中さん、これどうしましたか？こっち切れてた、乾燥で。そっち、大丈夫ですかね？薬塗っとかないと。あ、こっち治ったはずなんだけど、切れた、うん、ね、切れた。うん、本当だ。え、今、食い地が張ったからかな。エビですか？わかんない。何それね。いや、今じゃないのかなと思ったんですよ。だって、朝は切れてなかったし、切れてます、切れてます。そっちが顔が見えなかったから。今思い出してしまいました。うん、はい。しくじり話が一個あった。京都駅で。お父さんだ。お父さん、今思い出した。ありました、ありました。私じゃない、やっぱり、やっぱりお父さんだよね。あの、スマート EX をね、俺一人の時はさ、
全部もう新幹線でももうピッピッてこう携帯でピッて当てれば通れるようになってるわけですよ。はい。でこのシステムで団体で一回しくじったじゃん、何年か前に。ああ、はい、私たちがみんなの団券を俺の名前で買うから、うん、これでピッてやれば、ところでどうするんだろうねって言ったまんま全員が通れなくてさ、キャンセルして、あの時は緑の窓口で買いに行きました。そうだ、なおこさんを一人待たせて、とかそうしろって私が言ったの、うん、ね、あれってよくねって犯人は落とさないよね。うまくいかなくて、今回は任せてくれっつってね、もう3週間ぐらい前からチケット取っちゃって、みんないい？このカードを持って、それでピッて当てるんだよ、分かった、分かったっつって、分かるっつってね、はい、行って行って、ピッ、取った、よし、ピッ、よしよしよし、ピッ、はい、ひーちゃん、取った、いてもピッて行った、よし、今度俺だ、ガシャン、ね、そう、ピッ、みんなが白い目で見てるのがすんげえよく分かってさ、半分笑いながら。いや、あれは焦ったよね。あの時の顔、みんなが白い目で遠くからじーっと見て。そういう意味ではね、よくあるんだよね。お母さんとそういう飛行機とか新幹線とか。なんで私が一緒に行った時にあるみたいなこと言うの、ね、あるんだよね。どういうこと？あ、自分一人行ってはないんですか？うん。ない。でね、お母さんがね、怒る。で、怒るのを、あの、怒らないようにしようと思うと余計怒るんですよ。新幹線もそう、飛行機もそうだし。お母さんさ、うん、大丈夫、私たちはプレミアムだから、うん、先に入れっから、お父さんも大丈夫だ、大丈夫だって言われるけど、すげえ痛い思いがあってさ、それでは優先搭乗のご案内ですっつってさ、うん、で優先搭乗だけ音が違うわけだよ。ピロリロリンって言うと、うん、あの吉江さんがいつもありがとうございますとか言うんだよ。でお母さんがお父さんも取れるよ、大丈夫だよって言って、本当、うん、大丈夫大丈夫だって俺普通のあのあれだよ、あのファーストとかじゃないんだよ俺は。お母さんピロリロリンとって、さあ俺だとってパッチャブンって閉められて、でみんな羨ましそうに後ろで見てるわけだよ。いいなあ、優先の人たちは早めに入れてと思ってみんな見てる目の前で俺ブンって閉められて、であれお母さんと思ったら、お母さんもスタ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 もう自分のシートの方にもうゲートの方ずーっと歩いていっちゃって、俺だけそこでみんなに、みんな早く行きたいのにお前らが早く乗んなきゃ俺ら入れねえじゃねえかよって顔でみんなに見られてる前で、すいませんこちらにちょっと一度避けてくださいって言われちゃって、うまい。けどさ、今年の重大ニュースあんまりないね。ね、やめよ、やめよ、なかった。もう10もない。木下さんに会ったぐらいか。うん、あとは社長がカメラを当てたやつかな。あ、そう、あ、そうそう、これ、はい、これそうね、ゴルフのコンペでね。そうそう、こいつと天ぷらの枕と牛肉シャトーブリアン、うん、いつもだと、うん、ゴルフ行ってくんねって言うと、またゴルフ、ゴルフばっかり行っ ていつも怒られて、俺こっそり行くようになってたんだけど。いや、こっそりって、それそうですよ、朝早いんだから、うん。でも、なんか、もう、肩身が狭くてさ、みんなに白い目で見られて。そうだよ。だから最近、卵を買ってきたりさ、パン買ってきたりしてて。あ、お弁当だね、うん。うん。これだとみんな、ご機嫌悪くないんだなと思って。ちゃんと朝、ゴミ出ししてね。ゴミ出ししてからゴルフ行って。普通の、あれよ、会社のお父さんも、朝、自分でごめんなしてるんだろ。このコンペで当たった時だけはすごかったね。また行きなっつってね。毎週行ってきなって言われたから。もうちょっとここで。お腹いっぱい当てちゃった。ね。もう美味しい、うん。うん。これはうまいわ。これ、このスープたまらん。うん、生麩。食べました。食べたよ。
もうチーム一応これで一回止めて、で、うどんで締めますかね、うん、これそれです、それです、それ多分好きだと思います。あ、それね、うん、3つぐらい食べちゃったの。あ、いいよ、いくつ食べたの。すみません。いいんですよ。ないなぁ、ないなぁと思ったら、お前も食っちゃったのか。今頃気づいたくせに。先輩たちだからね。先輩ガタガタだからね。先輩ガタ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 だから、歯ね。みんな。ひどいね。え、どういうことですか。あのね、先輩たちね、すごかったんだよ、ね、インプラントをやったらしいんだけど、最初の頃だから、ダメだ。まだ途中の技術じゃん。今すごいじゃん。まだ日本にインプラントが流行りだしてすぐの頃にさ、はい、芸能界の社長さんたちだからさ、はい、よし行こう、行ってみようって、すごいいいらしいな。金、その頃は金いっぱい持ってるから、うん、保険効かないんですよって言っても、いやいやいや、ここによくメンツ一台分だななんていう社長とかね、結構いたんだよ。すごいなと思ってた人たちが、うん、早く乗りすぎちゃって、はい、今のその頃はすごいわけで、おでもちゃん、お前これはインプラントってためすげえなお前って、安田は1年ぐらい経って全然言わなくなったんで、あれ、そういえば歯どうですか、うん、何が、うん、あのインプラント、ああえ、どうしたんですかいや早くやりすぎちゃうよね、なんかまたこれやり直しなんだよ。やっぱりあれですかね、インプラントも虫歯になるとかって言ってるし、あのね、本当に、うん、あの難しいんだって。なおばさん、今後やりたいやつとか、やりたいこととか、YouTube でやりたいなっていうこととか、まあ別にまた引き続きですかね。引き続き、はい、とりあえず今年のさ、これはまあ最後じゃないかもわかんないしね、撮るのはね。あ、そうだ ね, そうだ ね, ね、またやるかもしれないし、ね、突然始まるからね、ちょうどね不定期ですからね。不定期で最近ショートばっかだから、ね、うん、メイクこれもうみんなに合わせてのメイクを落として、わざわざだから服、洋服もちゃんと撮影用の洋服にして、でバッグね、このバッグもそうですね、うん、綺麗に撮影用にしてね、はい、大変なんだよね、YouTube って。全然いいよ、まんまだよこれ。さっきまで寝てた人じゃん、そこに寝てたじゃねえか言うな言うな。おめんか、わざわざ美容院行ってきちゃって。行ってきてないでしょなんでしばらく行ってないんだよ。しばらく行ってないですね。でも全部お母さんやってるの。そう、後ろ私がやってる。でも一回もう行ってってたんだよね、美容院へね。そう、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。住職、長松住職、長松住職、ごちそうさまでした。いつもすみません、美味しかったです。あ、これね、住職だ。そうだ、うぅぅぅぅぅぅぅ。歌うまいんだよね、めちゃくちゃうまい。